エドワード・クリストファー・シーイランは、イギリスのシンガーソングライター。グラミー賞4回受賞。ルーパーペダルとアコースティックギターを駆使し、特徴的なメロディーを奏でることで知られる。2017年、大英帝国勲章第5位を受賞。イングランドのウェストヨークシャー・ハリファクスにて、アイルランド人とイングランド人の両親のもとに生まれ、生後間もなく、家族と共に、 イングランド東部サフォーク州フラムリンガムに引っ越した。ギターは幼少時から習い始めた。11歳の時から作曲を始め、16歳の時にロンドンに重視スタジオや路上でライブ活動を行ったが、高額な家賃を払えず、知人の家や路上で寝泊まりする生活を送った。2011年でレコードデビュー。2013年映画ホビットリューに奪われた王国の エンドクレジットに書き下ろし曲、IC Fire が使用される。2014年、アルバム X は、ファレル・ウィリアムスや、リック・ルービンらをプロデューサーに迎えて制作された。イギリス・アメリカともにアルバムチャートで、初登場1位を獲得。イギリスでは、プラチナディスクに認定された。2015年、イギリスの大学ユニバーシティキャンパス・サフォークから、名誉博士号を授与される。2017年、 アルバムは、友人のスノーパトロールのジョン・マクデイドラをプロデュースの元制作。音楽サイトで最も再生されたアルバムとして、ロングセールスを記録し、トップの座を掴んだ。シェイプ・オブ・ユーは、シングル、デジタルシングルセールスが2600万枚を超え、ストリーミング数などと合わさり、合計3つのギネス世界記録を獲得した。また、大英帝国勲章音部第五位を受賞し、 2017年12月7日にバッキンガム宮殿で行われた受訓式に出席したエドはチャールズ皇太子より勲章を受け取った。2018年同級生だったチェリー・シーボーンとの婚約を発表。彼女とは子供の頃から友人で初めて会ったのは11歳の時。シーボーンは会計士で2015年同窓会で再会を果たし交際に発展。 2019年、世界中で3800万枚以上のアルバムと1億枚のシングルをこれまでに売り上げたと公表され、世界で最も売れ行きの良いアーティストの一人と取り上げられた。映画イエスタデイにエドシーラン本人がミュージシャンのエドシーラン役として出演。2017年から2019年まで続いたツアーは、総計7億3670万ドルの 工業収益、総動員数815万684人の規模となり、史上最も成功したコンサートツアーで U2 が保有していたワールドレコードを破り1位となった。2019年4月3日から5月3日までの全10回のアジアツアーでは、江戸と交友の深い日本のロックバンド、ワンオクロックが同行し、オープニングアクトとして出演した。2020年12月に、 ファンへのクリスマスプレゼントとして新曲アフターグローを発表した。2021年5月に BBC ラジオビックウィークエンドに出演し2年ぶりの舞台復帰になった。同年6月にはニューアルバムからのリード曲 Bad Habits をリリース。TikTok で UEFA Euro 2020ライブを開催。同年8月にフォーススタジオアルバム イコールを10月29日リリースと発表した。同日、同年3月24日に亡くなられた、オーストラリアの有名な音楽プロモーター、マイケル・ソロモン・ユーインスキーさんのお葬式で披露した、曲ビジティング・アワーズをリリース。同年9月に、ホースアルバムから2曲目になる、シバーズをリリースした。エドの家族は芸術一家としても知られており、父はアートキレーター、母は、 自身のグッズ制作を行うジュエリーデザイナー、2歳上のアニマ集は作曲家として活躍している。上半身を埋めるほどのタトゥー愛好家でもある。英米問わず、多くのラッパーとも交友があり、ヒップホップに造形が深い。中でも、イェラウルフや、ディックロス、ルーペフィアスコ、エミネムラとコラボを果たしている。ありがとうございます。